南部ルネサンスは1920年代から1930年代に始まったアメリカ南部文学の再復興である。ウィリアム・フォークナー、キャロリン・ゴードン、エリザベス・マドックス・ロバーツ、キャサリン・アン・ポーター、アレン・テート、テネシー・ウィリアムズ、ロバート・ペン・ウォーレンなどの作家の出現が挙げられる。南部ルネサンス以前、南部作家は南北戦争の南部連合国の 敗北の大義についての歴史ロマン小説に関心を向けていた。これらの作品は南北戦争時の南軍と市民の英雄的精神と南北戦争以前の南部に存在したと思われていた牧歌的な文化を賛美している。南部の敗北の大義が持つ英雄的精神や道徳性への信頼は南北戦争と第一次世界大戦の間の南部文学の推進力になった。 南部ルネサンスは作品の中で3つの主なテーマに取り組むことによってこの信頼を変化させた。第一に南部という場所が持つ歴史への責任である。南部について多くの人々は奴隷制度や再統合破滅的な南軍の敗北を思い出す。第2のテーマは南部の保守的な文化への注目である。とりわけ個人的、社会的な生活よりも 非常に高い価値を持つ家族や宗教そして共同体といった領域の中でアイデンティティを失わずに個人が生きられるあり方についてである。第3のテーマは人種問題に関する南部の悩ましい歴史である。南北戦争と奴隷制度から隔たりを持てたため彼らは客観性を作品にもたらすことができた。また彼らは新たに意識の流れや複雑な 物語手法といった近代的手法を作品に用いた。例えば、フォークナーのアズ、アイレイダイイングなどを参照。ナンブルネサンスの作家の中で、ウィリアム・フォークナーはおそらく最も影響力があり、有名である。彼は1949年、ノーベル文学賞を受賞した。1920年代のナンブルネサンスを特徴づけている批判的精神は、 敗北の大義を支えてきた作家たちが南部文学の優位を占めてきた南北戦争後の長い間にその源を持っていた。1880年代から進んでジョージ・ワシントン・ケーブルやマーク・トウェインといった何人かの白人南部作家は当時の露骨な人種差別や黒人作詞を指摘し南部の礼儀正しさを嘲笑することで南部へのノスタルジアを捨てた。 1890年代、ジャーナリスト、ワルター・ハインズ・ページや、学者のウィリアム・ピーター・フィールド・トレント、ジョン・スペンサー・バセットはそれぞれ南部で権力を握っている人間の文化的、私的凡庸さを批判している。1903年、トリニティ・カレッジのバセットは、アフリカ系アメリカ人のリーダー、ブッカー・ T ・ワシントンを、リー将軍を除いた、過去100年に南部に生まれた。 最も偉大な男と呼び、影響力を持つ、白人南部出身者に怒りを表明した。第一次世界大戦以前、敗北の大義への心情に向けられた、広範囲で率直な批判の多くは、南部で育った、アフリカ系アメリカ人作家によって述べられた。最もよく知られているのは、チャールズ・ウビハインド・ザ・シダース・アンド・ザ・マロー・オブ・トラディションだが、 1970年代以前、南部出身のアフリカ系アメリカ人作家は、南部文学の担い手とはみなされなかった。というのは、作家や評論家の大半は、白人男性で、彼らは自分たちを南部文学の伝統の中に位置する、主な作り手であり、後見人であるとみなしていたからだ。南部ルネサンスは、南部文学の中で起こった最初の運動で、南部の文化的。 知的生活に対して批判を表明した。南部ルネサンスは南部文学の伝統とアウトサイダーによる表現の両者から現れた。1920年代の風刺会一メンペンが著名であり、彼は南部文学の気取った伝統を非難し、知的生活の田舎臭さを嘲笑した。1920年のエッセイザ・サハラ・オブ・ザ・ボザートで、 彼は南部をアメリカの中の最も田舎で知的に不毛な地域として選び出した。彼は次のように主張している。南北戦争以来、南部の知的、文化的生活は甚だしく衰退した。南部の保守的な社会の中で抗議の嵐を巻き起こさなければならない。すでに南部の現代的な生活を批判していた多くの南部作家は免賢のエッセイに勇気づけられた。 ナンブルネサンスの開始はたびたび逃亡者に遡る。ザ・フュージティブスは第一次世界大戦後、テネシー州ナッシュビルのバンダービルト大学を本拠地に、した詩人、批評家のグループである。このグループには、ジョン・クロー・ランサム、ドナルド・デビッドソン、アレン・テート、ロバート・ペン・ウォーレンなどがいる。彼らは協力して、雑誌ザ・フュージティブを作った。 1940年代、50年代、60年代に登場した多くの南部作家は、南部ルネサンスの作家に影響を受けた。レイノルズ・プライス、ジェームズ・ディッキー、ウォーカー・パーシー、エウドラ・ウェルティ、フラナリー、オコナー、カーソン・マッカラーズ、ハーパー・リーなどである。ハーパー・リーのアラバマ物語は1961年、ピューリッァー賞を受賞し、 20世紀の最も偉大な南部小説と見なされている。ありがとうございます。